どうも高井です。男女の買い物違いでなぜ男性は結論を出してから行動し、なぜ女性は運命を求めて行動するのか、この本に男女の脳みその違いについて明確に面白いことが書かれてたので話します。男性が現在レベル1の勇者であり、ゆくゆくはレベル99の勇者になるとして、あなたがレベル1の勇者だったら、そのステータスに沿って現在の所得に沿って買い物しますよね。低い金額、なるべく安いもので、しかも安くても品質が良くて高性能、値段なり価格なりの商品を選ぶ。だけど女性は違うんですよね。最初からレベル99、勇者ではなくお姫様ですよ。プリンセスって書いてあるからね。そのお姫様が今の服が傷んで、明らかにみすぼらしい服になってきた。だったら新しくて、しかも自分自身に似合った服がいいんですよ。その服は多少高くても関係ない、ものすごく高くても手に入りさえすれば関係ないですね。それが衝動買いっていうやつなんですけど、この買い物をするにあたって運命的な出会いを求めたらどういうことなのか、これをデートという表現で考えてみましょうね。男性と女性のカップルがデートするとき、女性がこっちの服がいい？こっちの服がいい？って聞いたときに、こっちかなって言ったとして、本当はこっちって言ってほしかったのになって心の中で思ってるかもしれないよ。で、1時間2時間の買い物で、結局女性の方は今日は運命の出会いなかったなと思いつつ、何も買わずにお店を後にすると、男性がこう思うわけですね。1時間2時間と買い物して成果一つもないか、俺の時間返せとか、それに近いことを思う。私もその気持ち分かるわけなんですけど、女性って運命の出会いを求めてなかったら買い物をしないっていう決断を出すんですけど、問題は価格は高かろうが安かろうが買えばいいんですね。買えば男性は満足するんですけど、女性は出会いがなければ買わない。ここに決定的な問題あって、これが後のトラブルになりかねないよねとか、男性のイライラっていうのをこの本を読んだりして理解してほしいなって思ったりするわけですよ。これがスーパーの夫婦、男女の夫婦においても同じことが言えるわけで、女性が買い物しながら旦那さんってスマホとかいじって、あいつまだかな、まだ来ねえのかな、もうそろそろ買い物終わるよとか思ってるわけ。そのことがこの本に書いてあるんだけど、いやわかるなって。全ての商品を見て全部をチェックして理想の商品に出会うってことを女性はしてしまうので、目的の商品だけを買うってことをすれば、だいたい毎月毎月この商品だけしか買ってないよねってプランを元に出せばね、時間短縮になるじゃん。その時短が女性にはできないってことがもう分かっちゃった。ああやっぱりねっていう。男性の気持ちを考えるよでも女性の気持ちを考えるでも、この本って非常に重要だと思うので読んでみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。